お夕食の時間よ。はい。失礼いたします。本日のメニューはラングスティーンとスズキの蒸し煮ベルモット風味でございます。どうぞごゆっくり召し上がりくださいませ。ありがとうございます。いただきましょう。はい。よそ見をしてはいけませんよ。ちゃんと食べないと早く元気になりませんよ。お医者様なんておっしゃったの？いっぱい食べていっぱい日に当たってゆっくり静養なさいとおっしゃったでしょ。失礼します。お行儀よくしなさい。はい。ちょっと。はい。あの坊やずっとここに？はい、病後のご静養だとか。そう、僕もあと3、4日滞在してもいいかな？はい、フロントに聞いてまいります。ママ、まだお休み？朝食は9時です。それまでママは部屋にいます。教えてあげようか。僕は病気だったんです。だからあまり運動はできないんです。じゃあこのボールは格好だけか。はい。時々ママが相手をしてくれます。でも僕より下手ですから。僕は三谷恭介。僕、和彦です。友達だ、君と僕は。君のママ、パパが好きか？
家族は3人だけか。はい、お手伝いさんとパパの運転手がいます。パパここに来るの？多分来ません、忙しいから。坊ちゃん、お母様がレストランでお待ちですよ。朝食は9時でしょ。何をしてたの？サッカーを教えてもらってたんだ、お兄ちゃんに。知らない人を気安くお兄ちゃんなんて呼ぶもんじゃありません。はい、三谷京介って言うんだ。自己紹介し合ったんだ。ママのこと綺麗だって。さあ、いただきましょう。はい。ああ、お腹すいた。京介さん、僕の友達です。子供がお世話になりまして。いえ、僕も楽しかったですから。一人で食事するのもつまらないですから、ご一緒してもよろしいでしょうか。どうぞ。お呼びでございますか？僕にも同じものを。かしこまりました。毎日少しずつでも運動した方がいいよ。サッカーでもテニスでも野球でも何でも教えてあげるから。何の選手だったんですか？スポーツなら何でもやったね。高校の時は。大学の時は女の子と遊ぶのが忙しかったし、親父の会社に入れられてからは夏のわずかな休暇だけが自由な時間なんだ。ガールフレンドはたくさんいるけど、今年はなんとなく一人旅をしてみたくってね。水泳は？うん、そうだ、昼からはここのプールで泳ぎを教えようか。コーヒーはお部屋でいただきたいんですけど。かしこまりました。お先に失礼いたします。和彦さん、お食事が済んだらすぐお勉強ね。はい。僕ずっとプールに入りたかったんだ。ママダメだって言わなかったよ。午後からは教えてよね。約束ですよ。ああ。今日のお昼は散歩がてら近くのおうどん屋さん行きましょうか。プールは入ってもいいんでしょ？まだ無理なこと分かってるでしょ。でも約束したんだ。できない約束はするもんじゃありません。僕お腹空いてない。たくさん食べないと早く元気になれませんよ。さあ着替えましょう。そこのうどん屋さんはね、美味しいのよ。食べたくない。あの人と約束したんだ。泳げなくても約束したんだ。どこの誰だか分かんない人と勝手な約束をするんじゃないの。あの人は僕の友達なんだ。ママとは関係ないんだ。和彦さん、母親が許すか許さないか、全く無視するか、僕を探し回るか、あの子の出方次第だ。無視の仕方が普通じゃない、すなわち関心があるってことだ。君か。どうした？ごめんなさい、ママがプール入っちゃいけないって言うんです。そっか。僕これから出かけます。
近くにあるうどん屋さんです。ママも？はい。僕も一緒に行ってもいいか？ダメか？いえ、ママと一緒じゃ。残念だな。飯食ってドライブがたら海の方へ行こうと思ってたんだよ。二人だけで行きましょう。ドライブなら大丈夫です。ママ、京介さんのことあまり好きじゃないみたいだから。そっか、行こう。ああ、やった。ママはあんまり好きじゃないか。ダメならわざわざ断ってくることもないだろう。私、和彦の母でございます。ドライブに誘ってくださったそうで、私もご一緒してよろしいかしら？はい、どうぞ。僕もその方が嬉しいですから。はい、わかりました。では後ほど。無理しなくてもいいのに。ママ、あの人好きじゃないんでしょ？ええ。だったらいいんだ。明日二人だけで行くから。さ、着替えましょう。こっちいらっしゃい。ここが瀬戸内海の中でも一番波が静かなところ。台風が来ると大きな汽船がたくさん避難してくるんですよ。どうして小豆島のことをよく知ってるんですか？主人の母がこの山の向こうにいますのよ。ホテルもその紹介で。じゃあどうしてそこへ行かないんですか？ホテルよりも。主人の兄夫婦がいますし、和彦の西洋口実に私ものんびりしたかったんです。たまにはご主人と離れてみたかった。そう。和彦さん大丈夫？疲れたの？海に入るか。ママがいるから大丈夫だよ。まだ無理よね。だんだんと潮風になれないと。和彦さん、和彦さん。大丈夫ですか？ママに気を使わなくていいんだよ。え？二人だけでドライブしようよ。ママどうして急に来るって言ったんだ？僕初めてママに怒ったんだ。プールで行くなって言うから。なんて怒った？京介さんは僕の友達だからママには関係ないって。京介さんと二人だけでドライブするよ。いいでしょ？ママ、あの人のこと嫌いなのに無理することないから。今日はよく運動したから疲れたでしょ。さ、おやすみなさい。はい。ママはまだ寝ないの？パパに手紙を書くわ。あなたが元気になったことを報告しなくちゃ。来てくれましたね。思い違いをなさらないで。
あなたに言っておくことがあります。もう和彦の友達のふりをするのはやめてください。あなたがこうして会ってくれればその必要はありません。見えすいた手口は私には通用しませんわ。あの子が傷つくだけですから、もう私にもあの子にも近づかないで。じゃあどうしてドライブに一緒に来たんです？僕にはあと3日しか休暇はありません。昼間は友達として和彦君と付き合います。夜は僕にください。私そんな遊びをしている時間がありませんよ。恋は真剣な遊びです。命を懸けた遊びなんて恋の他にありますか？あなたを初めて見てから僕はもうあなたしか目に入らなくなった。話してください。僕は一日のうちのひとときでいい、あなたと二人きりでいたい。あとは遠くからでいい、あなたを見つめていたい。それぐらいのことは許してください。あなたにご主人がいるとか子供がいるとか年はいくつでどこに住んでるとかそんなことはどうだっていいんです。ただ今の時間、今のあなたをそばに感じていたい、それだけでいいんです。何も話すなと言えば黙っています。あなたが触れるなと言えば何もしません。ただ一緒に歩くだけでもいい。よかったわね、京介さんにいろんなところに連れてってもらって。明日は釣りに行こうか。あら疲れたのね。今日は早く休みましょうね。サッカー教えて。サッカーなんか東京帰ってもできる。ここでしかできないことをしよう。サッカーがいい。わがままを言うんじゃありません。サッカーがいい。釣りも面白いんだぞ。魚がコツコツと餌に当たりをつける。その時はまだじっとしてる。和彦君、明日君とサッカーだ。
明日は二人っきりでいたい。一日中約束が違いますわ。明日は和彦と。三谷さん休養ができたってさっきお出かけですよ。どうしたの？京介さんどこ行ったの？いらっしゃらないの？うん、帰ったのかな。あなたに黙って帰るわけないでしょ。嘘つき、サッカーやるって言ったのに。そんな言い方はいけません。あの方にもご用は終わりなのよ。もしもし。わかりました。パパ。そう。食うって来れないって。でもね、会社の大事なお客様が別のホテルにいらしてるのよ。お昼をご馳走しなくちゃいけないの。ママがパパの代わりに。一人で大丈夫？うん、京介さんすぐに帰ってくるよね。そうね。じゃあお食事はホテルの人に頼んでおくからね。勉強してんのよ。こんななさり方、私好きじゃありません。分かってます。でもあなたとどうしても話したかった。夜まで待てなかった。今夜僕の部屋に来てください。最後の夜です。来るって約束してください。私和彦に嘘をついてきたんです。私の一番嫌いな嘘。止めてください。帰りましょう。約束してくれないと落ち着かないんです。和彦君とも遊べない。あなたに飛びかかっていきそうだ。和彦より子供みたい。しょうのない人ね。から。はい、和彦です。ママ出かけてるんだって？はい。手紙受け取ったよ。元気になってよかったな。はい。ママどこ行ったんだ？ちょっと出かけるって。そうか、元気で安心した。そう言っておいてくれ。はい。あ、パパ。何でお部屋にいないの？
部屋でゆっくり聞くよ。いえ、あなたは嘘つきです。僕を騙したんです。おやめなさい。ママだって、ママだって。さあ、お部屋に行きましょう。失礼いたします。あなたのお友達になろうって一生懸命なのよ。嘘だよ、友達なんかじゃない。僕やっと分かったんだ。ママと知り合いになりたくて僕を利用したんだ。そうじゃなきゃどうしてママだけに会うのさ。ママもママだよ。あんな奴と一緒に僕を騙すんだよ。和彦、悪かったわ。ママが悪かった。許してね。でもね、和彦、ママのことをどんなに悪く言ってもいいわ。でも京介さんのことを人前で嘘つき呼ばわりするのは良くないわ。京介さんとこ行って謝ってらっしゃい。嫌だ。どうして僕が謝らなきゃいけないんだよ。ママはあなたに謝ったわ。だからあなたは京介さんに謝りなさい。ママが謝ればいいじゃないか。ママが謝ればあいつ許してくれるよ。あいつママのこと好きなんだから。ママだって。あなたは子供なの。何にも分かってないの。大人のことに口出しするんじゃないの。分かった？和彦。あ、いらっしゃいませ。あの、奥様とお坊ちゃんはお部屋の方で食事をなさってますか？分かってるよ。どうしても謝らないって言うのね。京介さん、明日お帰りになるのよ。このままだと一生悔いが残るって思わない？いろんなところへ連れてってもらったじゃない。お世話にもなったし。おやすみなさい。このままで終わってしまったらまた会わずにいられなくなるかもしれない。
ママ、京介さんに謝ってくるわね。おやすみ。和彦がもう起きるわ。ここにいることは知ってるんだろう。でも私を許したわけじゃない。帰ったら父親に報告するかもな。大丈夫、あの子は私の子供よ。好きだ。
長ですか。幅広い道へ出てね、右へ曲がっていらっしゃい。どうもありがとうございました。おい、僕、北さん。おい、僕、どうした。おい、どうしたんですか。あ、僕が。僕、あ、どうしたんや。紀子さん、一体どういうことね、これは。申し訳ありません。ここしか来るところはないと思うんです。俊彦にも知らせたが、すぐ帰るっちゅうて忙しいのに。わざわざここへですか。当たり前じゃん。大事な一人息子が行方不明となったら飛んで帰ってきよるがね。行方不明だなんて、きっとここだろうと思って電話しただけですのに。まあまあ、とにかく入りなさい。咲子さん、何があったか知らんけど、あんたがちょっと厳しすぎるんじゃないかね。一流会社の社長夫人に私らがなんちゃ言うことじゃないけど。町の人にも交番にも、男の子が歩いておったら知らせてくれるように頼んである。すみません。一緒と親子二人で1週間も2週間もホテルに泊まっておったら喧嘩もするわ。ここへ来ればええものを。おばあさん、おばあさん。よいしょ。和彦、うちのお店の前で下手にこんでしまって、よく聞いたらうちの親戚の子だったね。ありがとうございます。目が覚めたか。今な、ママが港までパパを迎えに行っとる。ママ、来てるの。うん、和彦より先にな。ここしか来るとこがない言うて。さあさあ、起きて。パパに元気な顔を見せんと、パパを心配させたらいかな。和彦、どこ行ってたんだ。あんまり怒らんように。黙って飛び出したらママは心配するだろう。逃げ出すにはそれなりの訳があるんだろう。言いなさい。ママに聞いても訳わからないって言ってる。何か気に食わないことがあったんなら言いなさい。言わなきゃわかんないだろう。お前いつもママの言うことならちゃんと聞いていたのに、そのお前が急に飛び出したりしたらママが心配するのは当たり前じゃないか。和彦、答えなさい。いたずらばっかりするからママに叱られたんです。それで黙って飛び出したんです。パパ、ごめんなさい。まあ、自分で悪いと分かったんならいい。これで和彦、もうお前10歳になったんだからな。そんな子供じみたことをしてみんなに迷惑かけちゃダメだ。分かったな。はい。
あの時のママの笑顔は何だったんだろう。二人だけの秘密を大事にするような笑顔。僕を抱きしめてくれたあのママの匂い。あれから何回目の夏を迎えるのだろう。私はあの時から女を捨てて和彦だけのママになったようだ。今あなたを探している。